チェロという楽器から無限の可能性を引き出すカザルスのそばにはいつも控えめにホルショフスキーの姿があった。国連会議場で、ホワイトハウスで、平和の言葉を強く語るカザルスのチェロをホルショフスキーのピアノがしっかりと支えてきた。東京お茶の水にパブロ・カザルスの名前と精神を受け継いだカザルスホールが生まれ、その招きでホルショフスキー夫妻が初めて冬の日本にやってきた。95歳の現役ピアニストの登場にマスコミの目が集まった。